菅波市三草踊り保存会の皆さんです。菅波市三草踊りは海産物を商った伊沢衆が寛永殿下に盛岡の三草踊りを習い覚えて伝わったと言われております。完成年間の頃より本格的に踊られ、大正時代になってますます盛んになり、現在の形になりました。菅波市地区は東日本大震災、2019年の台風19号で大きな被害がありましたが、追悼と感謝の思いを込めて数多くの行事に出演参加いたしてまいりました。2020年はコロナ禍の中、三陸国際芸術祭関連企画でありますオンライン芸道体験講座に講師として参加、国内外のアーティストを対象にしオンライン交流を行いました。本日の演目は庭組に始まり三草踊り9曲です。それでは菅波市三草踊り保存会の皆さん、どうぞ。Thank you.
Thank you.
皆さん、どうもありがとうございました。ハイテクカラーの踊りが美しい三叉踊りを踊っていただきました。菅原市小学校の3年生から69歳までの踊り手11名、太鼓6名、笛1名、18名の菅原市三叉踊り保存会の皆さんでした。